い桃子、何騒いでんだよ。だって、もう相変わらず慌ただしくて落ち着かない子ですのね。ねえ見て見て、この新聞。あら、これって隣町の青葉中学の学校新聞じゃないか。これがどうかしまして。ほらほら、ここ、私と柳葉先輩が仲良く写真に写っちゃってるんです。ああ、本当だ、桃子のやつ柳葉先輩の手握ってやがる。ずるいですわ。おい桃子、どういうことなんだ。どういうことなんですの。うん、二人ともそんなおっかない顔で睨まないでよ。この新聞に載ってる、じゃじゃーん、噂のお似合いカップルのコーナー。この記事を読んでもらえばわかるのよね。噂のお似合いカップルのコーナーだって。はい、なのでーす。今月の噂のお似合いカップルのコーナーです。今回は聖花園学園のサッカー部キャプテン柳葉和也さんと新聞部で活躍する花咲桃子さんにスポットを当ててみました。柳葉さんは優秀なサッカー選手で聖花園学園の女生徒の憧れの的、人気投票ナンバーワンのかっこいい生徒です。おい、俺にも読ませろ。何何。一方、花咲さんは聖花園学園の新聞部員。この二人の写真は花咲さんがサッカー練習の後で柳葉さんに取材をした時のツーショットです。私たち青葉中学新聞部の取材班は二人を見てすぐにお似合いのカップルだと見抜きました。まあ、そんなこと絶対にありえませんことよ。ユーリ黙って、ひなぎくん、記事の先を読んでよ。ああ、それで花咲さんに伺ったところ、こっそりと秘密を話してくれたのです。花咲さんの話によれば、なんと二人の間にはすでに愛が芽生えているということでした。なんだこの記事は。柳葉様と愛が芽生えているですって。桃子、そんないい加減なことを言ったのですか。あ、いや、それはつまり、あの、あっつい言葉の弾みで。ざけんじゃねえ。許しませんわ。だから、そんな風になるといいなって言ったらね、青葉中学のスタッフが勝手に記事作っちゃったのよ。ひどい。ねえ、私も実はそう思ってるの。嘘つけ、喜んでるくせに。あ、いや、あははは。ねえ、でもこの写真とってもよく写ってると思わない。あら、そう言われてみれば本当ですわ。柳葉様、とっても素敵に写ってらっしゃる。ああ、確かにな。柳葉先輩かっこいい。この凛々しい感じ、やっぱいい男は写真写りもいいな。柳葉様って最高だぜ。ね、ちょっと柳葉様ばっか褒めないでよ。ね、ほら、よく見て、私も可愛く写ってる。ね。まあ、それなりにですわね。うん、実物よりはマシって感じだな。でしょ。柳葉様ったら私の手を握ってくれちゃったりして、うん、もうお茶目さんなんだから。違いますわ。手を握ってんのは柳葉先輩じゃなくて桃子の方だろ。あ、分かっちゃった。ま、二人とも細かいことは気にしない。どっちにしろ柳葉様は私が手を握っても拒まなかったの。それは紛れもない事実ですもんね。あ、そうだ、この写真柳葉様には見せてきちゃおっと。あ、おい桃子、ちょっと待てよ。行っちゃいましたわ。最低だぜ、こんなインチキな写真は許さねえ。興味本位のでっち上げ、こんないい加減な記事は真のジャーナリズムに反しますわ。抗議に行くべきだ。その通りですわ。怒り浸透大爆発ドラー。